どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツポケット、セナポケの方をやっていきたいと思います。で、今回は、えー、私最近やってて気づいたんですけど、このゲーム、クリティカル率ですね、が非常に大事ですね。うん、で、まあなんでそれ気づいたかっていうと、まぁ、あ、エースさんゲット、運よくゲットしたんで、エースさん使ってるんですけど、あで、ちょっと知らない方もいると思うんですけど、ここの右下の人、人みたいなマーク、これ押すと、えー、画像切り替わるんで、うん。で えー、このヒーローの攻撃の方法なんですけど通常攻撃とクリティカル攻撃そしてスキルとありますでこの重要なのがこのクリティカル攻撃の方なんですけどクリティカル攻撃は、まあ、当然クリティカルが発動した場合に、えー、できる攻撃なんですけど、まあ、例えばエースさんの場合、えー、自分のスキルクルールタイムを3秒減少させるということで えー、クールタイム、スキルのクールタイム3秒縮めると。で、このスキルの方。で、スキルの方は右上に、えー、砂時計みたいなマークがあると思うんですけど、これ10って書かれてると思うんですけど、これ10秒間ですね。うん。10秒に1回このスキルが打てるということになってます。で、まあ戦闘の画面だと、この上の方が緑、えー、下のキャラの キャラの下にある緑色のバーが HP ですよね。で、下のバーが水色のバーが、これがクールタイムですよね。スキルのクールタイム。このスキル、えー、10秒に1回ですね。10秒かけて、このマックスまで到達してスキルが打てるようになるということなんですけど、このエースさんの水色のバーですね、見といてもらうとわかるんですけど、たまに一気に増えるんですよね。うん。ちょっとここだとわかりづらいと思うんで、 え増えないかな。雑魚キャラだとちょっと分かりづらいんですけど。あ,あ、ボス戦に行きましょうかね、とりあえず。うん。ちょっとボスと戦闘してみますね。エースさんの水色のバー。下の水色のバー。あ、今一気に増えましたよね。分かりましたかね、今。ちょっと弱えか、こう。<laughs> 敵が弱すぎるんで、ちょっと待ってくださいね。最高ステージ行きましょう。最高ステージ絶対負けるんですけど。 エースさんの、えー、下の水色のバーですね。に注目してもらうといいんですけど、今じっくり上がってって、今上がりましたよね。急激に今一気に上がりましたよね。これがクリティカルが出た時なんですよね。そうすると、まあ、本来だったら10秒に1回しか、あ、やられちゃった。<laughs> 10秒に1回しか、えー、打てないスキルなんですけど、このクリティカル攻撃が出ると3秒縮めるんですよね。で、まあ、クリティカルが連発する,すると、 えーまあ、究極の10秒でしか打てないスキルが、まあ、3, 秒3秒ぐらいで打てたりとかするんですよね。なんで、そういう意味で S さん、めちゃくちゃ強いんですよね。うん、で、S さんの場合だと、えー、このスキルを打つと10秒間、夜叉の力バフを獲得するんでクリティカル率がさらに24%上昇します。うん なんでさらにクリティカル攻撃が出やすくなるということで。で、私今レベル45なんですけど、下の方にステータス出てるんですけど、クリティカル率が12.73%。そしてこのスキル打って、え、野舎の力バフを獲得すると24%上昇するんで、この時点でクリティカル率が36%に上昇しますね。うん、で、さらにおすすめのキャラですね。近距離型の編成の場合、特にこのセラさんですね。がすごいおすすめですね。 で、このキャラは近距離型の味方に、えー、クリティカル率を16%上昇するバフを与えることができますね。うん、なんで、えー、エースさん、えー、スキルを打つと、えー、50%以上のクリティカル率を確保するようになりますね。うん、そうすると、えーま、クリティカルがバンバン出るんでこのクールタイムが3秒ずつですね、クリティカル攻撃が出ると3秒ずつ縮めるんで、えー、このスキルの回転率が非常に高くなるというわけで え、近距離型のデッキを組む場合は、えー、このセラさんですね。セラさんを編成するのが非常におすすめですね。で、あと、遠距離の場合。遠距離の場合はアリスさん。遠距離デッキを組んでいる方はアリスさんがおすすめですね。クリティカル率が16%。やはり上昇するんで、遠距離の対えー、味方に対して。うん。で、まあ、エースさんに限らず、他のキャラも全部一緒ですね。クリティカル攻撃が出れば、 えー、例えばミラージュさんの場合、えー、クリティカル攻撃が出れば10秒間のシールドバフを獲得しますということなんですけど、えー、クリティカルが出なければこのシールドバフ自体獲得できないんで <laughs> で、えー、デロンズさんとかも味方に、えー、クリティカルダメージ20%上昇のバフを与える与えるんですけどこれも結局クリティカルが出なければ発動しないんで、まあ、そういう意味でもクリ,ティカルです、ね、クリティカル率を上げることがこのゲーム非常に重要ですね。うん いろんなキャラが、えー、クリティカル攻撃によってバフとかデバフですね。を与えることができるキャラなんで、えー、まあ、クリスさんだと、えー、味方に、え、回避20%上昇、うん。これも結局クリティカル攻撃した場合なんで、な、なんでそういう意味でこのゲームクリティカル率が非常に大事だと思います。<laughs> なんでやっぱおすすめは、えー、まあこのセラさんですね。セラさん、もしくは、 アリスこのキャラを編成していくといいと思います。うん。えー、というわけで、えー、短いんですけど、今回は以上になります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。